こんにちは、ヤスです。今回はギターの異弦同音を生かしたアレンジを一つご紹介します。例えばアンサンブルだと別のパートがそれぞれこうやって音出してるっていうね、アレンジになっているものだから、こう一つの音の高さを別のパートで出してて、でまたそことこう同じ高さの音を別のパートでも出してるよねっていうことってアレンジ上起きるわけですけれども、それをギター一本の異弦同音を生かしてアレンジしてみようということなんですが、例えばね、こういうふうにメロディーが一本とで、あと中にバッキング、まあ、ベースラインとバッキングと、こう入れたいという感じで、まあこれ上のミの音がこう重なるんですよね。こう感じでね、メロディーのロングトーンのミがスーッとこうロングトーンでパーンって伸びてて、でそこに重なってバッキングもミの音でチャン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 とこう渋打ちしてるわけなんですよ。でこれって通常ピアノみたいな異弦同音ない楽器ではまあ不可能になるよね、こういうアレンジって。でもギターだと開放弦を活かせば、まあ、こういうアレンジっていうのも可能になってくるのね。だからこの場合、このメロディーをこういうふうに2弦から始まって1弦の開放でミを出す、ミーって出して、で下のバッキングの部分っていうのをちょっとこのフレットを移動してっていう風に、あの2、3、4弦を利用して出すと、ミの音はロングトーンのメロディーでバーンと伸ばしたまんま、中でも同じ高さのミの音をバッキングとしてこうやってポンポンポンってこう出すことができると。こういうアレンジメントにしてると、あの異弦同音思った楽器のためのアレンジメントっていう風にもうあの、まあ、見てもらえるし、あの別に使う必要なければもちろん使うことないんだけど、あの使うとちょっといいアレンジになるよねっていう場合だったらどんどん積極的に使っていくっていうのがいいかなと、でまあこういう風なアレンジメントをしていく、ギターのためのアレンジメントっていうのをしていくときに、あのキーが問題になってくるんだよね、すごく。で、あのだいたいギターの曲ってまあキーそんなにシャープフラットとかつかない方があの基本的にやりやすいっていうのは、この開放弦を利用していくっていうアレンジができるので、まあ、あのあんまりシャープフラットなんかがついていない楽曲の方が楽曲にした方がアレンジしやすい。だからあのまあ今時ね、ネット上に YouTube とかでもいろんななんかこう演奏してるあのカバー曲なんかのさ、演奏してる動画なんかも上げて、いろんなね、世界中のいろんな人が上げてますけれども、ああいうの見てもその原曲よりキーやっぱ変えてギターでやりやすいようにまあ変えてるっていうのがまあよくある感じなんだよね。でまあ基本的にキーの選定はすごく C とか D とか G とか A とか E とかあのその辺にしておくと、まあ、やりやすいかなというところになりますので、ちょっとこうあこれなんか異弦開放弦でパーンとこうねのあの伸ばせるじゃんみたいなチャンスが来た時には、ちょっとこういう異弦同音を生かしたギターらしいギター独特のアレンジメントを盛り込めるのではないかなとちょっと疑ってあの煮詰めていくというとちょっと面白くなっていくかなというところで、よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。やつでした。ではまた。